台風15号は明日9日土曜日夕方から夜にかけて関東地方に上陸する見込みです関東や伊豆諸島東海では風が強くなり局地的に非常に激しい雨が降るでしょう川の水が増えて非常に危険です川の近くには近づかないでください 様子を見るために外に出るのは絶対にやめましょう。安全な建物の中で最新の情報を確認するようにしてください。お客様にお知らせいたします。ただいま2階で火災が発生しました。係員の指示に従い、 西側の出口から駐車場に避難してください。小さなお子様やお年寄りを優先に避難してください。慌てないで落ち着いて行動してください。繰り返します。ただいま2階で火災が発生しました。3. 緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報が出ました。京都、大阪、滋賀、兵庫、福井、三重、奈良、和歌山、香川に緊急地震速報が出ました。怪我をしないように身を守ってください。 倒れやすい家具などからは離れてくださいテーブルや机の下に隠れてくださいへえ、先ほど7時41分頃、近畿地方で強い揺れを感じました震源が海底ですと津波の恐れがあります海岸から離れてください 防災訓練避難訓練 A 防災頭巾をかぶるヘルメットをかぶる B ドアをあける C 火を消す消火する D 消防署に連絡する 119番に連絡する E 集まる F 並ぶ G 点呼する H 報告する I 他の人に知らせる J 姿勢を低くする しゃがむ。K。ハンカチを口に当てる。L。火災報知器が鳴る。訓練、訓練。震度5の地震が発生しました。はい。そこのドアを開けて。全員ヘルメットをかぶって。姿勢を低くして。はい。はい 揺れが収まりました避難を開始してください中庭に避難します走らないではいはい。はいはい、エレベーターは使わないで階段で降りてみんな走るな急げこっちに集まれ走って走ってチームごとに並んでてん全員いるか 報告してくださいはいみんな並んで